エテノンは C2H2O または H2C イコール C イコール O の化学式を持つ有機化合物である。単にケテンとも呼ばれる。最も単純なケテンでエチノールの高い変異性態である。エテノンは標準状態では無色の気体で強い刺激臭を持つ。分子量は42.04、有点は低、摂氏150.5度、沸点は低。 摂氏であるアセトン、エタノール、エチルエーテル、方向属炭化水素、有機ハロゲン化合物に可用である。エテノンは実験室ではアセトン蒸気の熱分解によって生成できる。エテノンは非常に反応性が高く、嗅覚剤として反応してアセチル元を作りやすい。例えば、酢酸と反応して無水酢酸を形成する。 エテノンは、自分自身とも反応し、2プラスに感化不可反応を起こし、自決点と呼ばれる感情に両体を形成する。このため、長期間保存することはできない。高濃度のエテノンにさらされると、目、鼻、喉、肺等が刺激される。マウス、ラット、天竺ネズミ、ウサギ等を用いた実験で、0 2ミリグラム。 L の濃度の新しいエテノンに10分間さらされると、小動物は高い確率で死亡することが示された。この発見により、エテノンは、ホスゲンやシアン化水素と同程度の毒性を持つとされた。小動物の死は、排水種が原因であり、全体的には、ホスゲン中毒と似ているが、進行がより早い。ありがとうございます。